源氏物語源氏物語の登場人物六条宮洲所六条、宮洲所,所は源氏物語に登場する架空の人物である。起立母帝時代の前東宮の日で六条京国に住まいを構えていることからこの名がある。光源氏の最も早い恋人の一人。強い嫉妬のあまり、精霊として人を殺すなどの得意性から多くの作品の題材ともなってきた。 東宮の死後、年下の光源氏と恋愛関係に陥る。源氏は、美しく気品があり、教養、知性、身分共に人に優れているために、教示の高い彼女をやがて持て余すようになり、王瀬も、魔道になる。源氏にのめり込んでいく宮すどころは、彼を独占したいと渇望しながらも、年上だという引け目や、身分高い貴婦人であるという誇りから、素直な態度を男に見せることができず、 自分を傷つけまいと本心を押し殺す。この自己抑圧が、以降物語の中でどころを、精霊、資料として活躍させる。押し殺した都心が、抑制の失われるたびに身からさまよい出て、源氏の愛する女君たちにあだをなすようになるのである。夕顔の巻で、源氏と、相引きする夕顔を取り殺した者のけは、どころのそれとする解釈もある。青いでは、 鴨祭りの鴨川でのサイン語系見物の檻に、お遅中の青いの上の牛車と鉢合わせし、場所争いで青いの髪型の下人に地獄的な仕打ちを受けた。これが発端で、ミヤスどころは、精霊となって妊娠中の青いの上を悩ませるが、それを源氏に目撃される。ミヤスどころが、己の髪や衣服から、消しの匂いがするのを知って、さては、我が身が精霊となって、 葵の上にあだをなしたか、と悟りをののく場面は物語前半のクライマックスの一つである。その後葵の上は夕霧を無事出産するも休止、源氏の愛を完全に失ったと察した宮須どこ所は、彼との関係を断ち切るため五木の宮になった娘に付き添い、野宮に入る。9月7日に野宮に訪ねてきた源氏と最後の別れを惜しんだ後、 西宮と共に三十歳で、伊勢に下った。六年後、三角が変わり、五木宮の任期が終わると京に戻り出家、見舞いに訪れた源氏に娘に手をつけぬよう首を差しつつ、将来を託して病没。源氏は西宮に興味を持ちつつも宮津所の遺言を守り、西宮を幼女として、冷静三角に受大させ貢献した。源氏が後に住まいとする六条院は、 宮須所の宮廷を含んで大きく拡充したものである。その中の秋の町が宮廷にあたり、娘の秋吉中宮野の利の廷となった。宮須所は死後も紫の上や女、三の宮などに取り付き、源氏に恨み事を言いに出現した。娘の中宮野もその噂を聞き、母が未だ成仏していないことを悲しんで、宮須所のために追善供養を行った。 見やすどころの年齢については、矛盾がある。坂木巻において、経歴と年齢が語られる。ここで明記される年齢からは、現時より7歳年長となる。一方で、ここの記述は、桐壺場と矛盾する。坂木巻で記された年齢を無視し、経歴と桐壺場巻を合わせると17歳ほど年長となる。17歳差とすれば、坂木巻の時点で40歳となる。 古来、嫉妬を描く格好の題材となっており、見やすどころを描いた作品は数多い。女の嫉妬の醜さを強調するものと知らないうちに、自らの都心が重大な結果を招いてしまうことに、そゃ恐ろしさや罪の意識を抱く複雑な女心を描こうとするものと両方があるが、どちらかといえば、後者の方が原作に近い。葛飾北斎が北斎漫画より、 青ゆえの台で描かれたドコロ。農曲、青ゆえにおいて、ドコロの精霊を表現する、貴助面は、後に、半仁面の代表となった。ありがとうございます。